せーの、あなたのオアシスになりたいな、東京サマドールだよ。ピヨ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 。間違えたのは私です。うん、はい、今日も一途に全力前進、横浜あさりです。はい、サバドルのパワフルエンジェル、平田めぐみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。さてさて、本日の好きなお題だね、これは。これは長いよ。長いね。これは長いですよ、覚悟してくださいね。はい、というわけでいってみましょう。ででん、好きなアーティスト。最初はグッ、じゃんけんぽい。あ、じゃあ私からいきます。アーティストね、いっぱいいるの。いっぱいいるんだけど、うん、その枠を絞ると、うん、なんだろう、なんか声優さんのアーティスト、あ、声優アイドル、アイドル声優さんがすごい好きで、うんうん、もう田村ゆかりさんだとか三森静子さんとか、もういっぱいいるんですけど、とりあえずそのなんだろう、もうフリフリってしてる可愛い感じの、うん、わかる？わかるわかるわかる。でも私もね、スフィアとかわかるよ。あー、いいねいいね。そっかそっか、印象が。あー、そうだっけ。すごい。目赤い、目赤いから、うん、ね、花粉症もろもらいのダブルパンチで、あの、さっきから結構ね、くしゃみ出そうで出ないところで今頑張ってる。やめてね、あのゆかりんとかみもりんの話してる時にくしゃみすんのやめてね、失礼だから。はい、というわけで語ってそう、もう私はもうその二方はもう神として、もう何年ぐらい好きだろう、多分もうアニメーションハマってからずっと好きなんですけど、なんだかんだもうそうね、3、4年、5年、私結構飽き性なんですけど、もう田村ゆかりさんに関してはもう5年間ぐらいずっと好きで、もうライブも行きますし、まあ、イベント握手会はもうゆかりんさんないんで行けないんですけど、もう三森すず子さん、三森に関してはめちゃくちゃ行ってます。もうあの、会って、あ、ゆりちゃんって言ってもらえるとこまで、あカット、かさりちゃんって言ってくれるところまで来ました。そう、もうちょっと興奮して、もうそのぐらい好きっていうのは多分もうね、今ので伝わったかと思うんですけど、そう、もう本当に大好きで、もうね、曲も、うん、踊って歌えるし、踊って歌える、大好き。じゃないんだ。髪型とかも、あの、ね、ゆかりんさんはもう思いっきりツインテールなんで、さすがにね、私、まあ、今髪の毛も短いしできないんですけど、あの、そう、みもりんの髪型はよくもう美容師さんにこんな風にしてくださいって言って、絶対この髪色でみたいな。みもりんちょっと前髪切ったら、前髪切った、行かなきゃ、この前髪ちょっと分かりますみたいな。そのくらい、もう本当に美容室か。美容室何年も行ってないな。え、最後に行ったのいつ？最後に行ったの、え、でもね、お金払って行ったのね、5年ぐらい前かな。え、5年前？うん、基本お金かけてないってこと、自分で、うん、こうやって切ってる。すごいね。え、なんかで、こうやって後ろとか開くと、あの、ちっちゃい鏡で、鏡台の鏡にこうやって合わせ鏡して、あ、ここ切れてないからこの辺だけこうやって切ってみたいなのをやって、もう一回やって。でもさ、ここでさ、この長さってことは、こっちでこうやって切るとここに戻すと違うからね、絶対。あのね、こうやって切りたい長さでここでつまんでこうやってやると、あー、なるほど、シッて切れる。そっか、苦労してるね。うん、そう、でもね、自分で切れるってなると、なんか切りに行こうっていう気にならなくなるよね。あ、そっか、もう逆にどんどん上手くなってくるみたい。そう、一回カットモデル頼まれて、行った時に、いつもどこで切ってるんですかって時、申し訳なくないながら、でも正直に言わなきゃいけないじゃん。で、あ、すいません、あの、自分でって言ったら、カットモデルでカットしてるんじゃなくて、どちらかって指導してる人が、うん、すごいっすねってなって、本当に来たなんか師匠の方来たみたいな。それは飛びつく話題だったんだね。うまいもん、普通に。ありがとう。こう、カラーもしてないから頻繁に行かなくてもいいっていうね。うん、いや、でも黒髪の頻繁に切るよ。え、でもどのくらい切ってる？切ったらなんか早くなるよね。だから、あー、わかる。でもね、でも2、3ヶ月に1回くらいパシパシしてるよ、自分で。
ごめん、なんか話飛んじゃった。飛んじゃった。そうだよ、の私のアーティスト、ターンを言うと好きなアーティストはね、あ、でもね、地下アイドルが好きで、私、うん、あの、ちょっと解散しちゃったんだけど、あの、黄金時代っていうアイドルがいて、うん、その子たちが可愛いの、可愛かったの。いい時代だね、黄金時代、ね、そう、黄金時代、ゴールデンエイジとかいろいろなんか T シャツに書いてたんだけど、うんうんうん、そう、なんか、そう、海賊のコンセプトのアイドルで、すごいこういう、なんか、わかるわかる、あの、こういう帽子船長みたいなそう、ああいう帽子かぶってみたいなアイドルがいた。可愛かった。なんか最初はね、デビュー当時は5人でね、うん、やってたんだけど、その5人で1人抜けて4人になって、4人になって2期生が入って、うん、一気に8人まで、え、違う、3人増えたから7人になって、あ、すごい、なんか7つの海をイメージして7人になったのかなと思った瞬間1人抜けて、うん、1期生海1個消えた、海1個消えたってなっちゃってしょんぼりしてたら、うん、なんかもう1人、2期生の子で1人消えて、うん、あれとかってなってったら、うん、あのね、1期生の子が1人がちょっと体調崩して療養でまたやめちゃって、え、大丈夫、後継でまた4人に戻ったのねで、その4人になった解散ライブを、あの、そう、年末大晦日に見に行った悲しくて泣いちゃったそれは悲しいね。もう、あとは何だろう、好きなアイドル、でもなんかいろいろいるな。神宿とか好きだったり、あとゆるももとか、いや、でも半地下ぐらいが好きかな半地下、なんか多分今見てらっしゃる方も私と同じく半地下とはってハテナハテナハテナってなったと思うんで、本当に地下っていうより、なんか、なんていうの、割とあのワンマンとかはゼップとかでやっちゃいますぐらいの結構大きいところ。今だと、あの、あそこ萌えこれ学園とかも結構、そう、ず、あの、ブリッツでワンマンやってるとかいうのでよく見に行ってるよブリッツってあそこ何人ぐらいあるの？2000人ぐらい入るはず、確か、うん、それぐらい入ると思うとか、大きいところで、そ、 あそこも好き、虹のコンキスタドール気分が、あ、聞いたことある、ベボがテロリン先生の絵が可愛くて、あの子好きだなってなって、あ、なんかツイッターでよく見る、それは。おたらかれてくる。あの、ね、好き。かわいいよね。そう、でもなんか、もともと事務所違うかったのに、最近電波組の妹分みたいになってってるよね、確か。電波組、あ、そうなんだ。そう、なんか、なんか事務所、あれ、そ、どうだったっけってなって、うん、最初だって、デボガーだって略語の中でもともとベースボールガールズだったし、衣装もそういう、うん、そっち系の衣装だったの、うん、秋葉原16とかでやってた頃は、うん、なのに今じゃベースボールのベロジもないような衣装ばっかり着てるから、あれだって何が起こったね何が起こったんだろうと思いながら気になる、気になるってなってる。しかもペロリン先生っていうから、ゲームペロリンなのかなって違うかったみたいな、普通にフルネームあったみたいなとか。か、私も、うん、私もじゃない、私たちもね、うん、そんな大きいところでね、やりたいね、やりたいです。そう、パスポとかみたいにね、うん、うん、そっかそっか。なんかでもね、今こうやって見てくれてる人たちが何か手助けしてくれるかもしれないよ、そういうの。押してー押してください、応援してくださいはい、ということで、今日もありがとうございました。はい、じゃあ、せーの、あなたのアイスになりたーなりたくないの？アイドルになりたくなって、チェイスになっちゃった、ごめんね。なってるよはい、じゃあ、チキンダンシー、テイク2。はい、せーの、あなたのアイスになりたいな、東京サバドールでした。バイバーイ。ごめんねいいよ